もう素晴らしい、実は正月明けにねるねるぼっちに、来ていただいてお話を聞かせていただいて、で、ちょっと前にもね川さんの会をねるねるぼっちで開かせていただいてお話を聞かせていただいたんですけど、非常に今日、何日か空いてお話を聞かせていただいて、まあ、ますますそのなんていうか信念がこうどんどんこうバシッと決まってるなっていうのを感じて嬉しく思った次第なんですけれども、じゃあここでですね、皆さんの、ここでですね、今日ね、ネットアイドルの ザマミヤカネさんが、ね、来てくださってますんで、まあ、このね、石川県の、議会のアイドル川雄一郎さんとネット選挙アイドルザマミヤカネさん、会場はシーンとしてますけどこの2大アイドル、まあ、石川県が抱える問題について、ちょっとお話をしていただきたいと思いますけど、ガネさんこちらよろしいでしょうか。はい、ザマミヤカネさんです。幸せも何もないまま妙なアイドル推しをされて非常に困惑してて、ネット上でも困惑してる人がたくさんいるんですけど、騒いでください、ネット上のみんな騒いで、これからちょっと川さんとのお話をできるので、僕が石川県に住んでる人や聞きづらいことも僕聞こうと思ってますので、まず最初に一番聞きづらい問題から僕は聞こうと思うんですけど、質問のタイムでいいですか。質問で、はい、川さん、選挙において資金集めはどれぐらいうまくいってるんでしょうか。はい、お願いします。いきなり来ましたね。基本的に僕選挙資金も運動員もほぼボランティアでお願いしています。で、選挙に僕知事選挙にやっぱり自分自身が出るつもりがなかったので蓄えもそんなにありませんでした。で、その少しの蓄えを中心に今いろいろ回しているというところで、で今 30% ぐらい来ましたかね。はい、であとやっぱり集まってくればいろんなことがまだできるなっていうのはあるんですけども、それ次第かなと。はい、頑張ってやってますね。はい、というのもやっぱりこの動画見て川さんの話いいなと思ったら、思いっきり川さんに全国から寄付した方がいいんじゃないかって僕は思ってますから、やっぱり信頼できる人かどうかっていうのをしっかり話を聞いて全国の人がこうやって判断してると思うんですね。だから今口座はどこなんだろうっていうのはちょっとみんな気になってるところだと思うんですけど、それはこの番組の最後に発表します。で、原発の話もすごく分かりやすかったし、石川県 その県庁の中の話とかもすごく分かりやすかったんですけど、ぶっちゃけ引いてるぐらい、そのいろんな部長がリボルティングドアで天下りということで来るということなんですけど、その部長が決まってたらもうそれ以上の昇進はないんですけど、その彼らは一体どうするんですか。またどっかに流れていくしかないんですか。かなりの確率というか、次のポストが出先ということで用意されていたり、でこの前多分中日新聞さんで書かれていたのは、まあ、出先機関に県の職員が天下っていったところに、公共事業の落札率が非常に高いであるとか、大きなお金がそこで落札されているということが出ていましたので、部長になれなくても横に行けるっていう逃げ道っていうのか、でも本来であれば頑張ってやれる人だったら県庁の中でそのポストにつけばいいと思いますし、ただそれがないので他に出てくっていう状況になってると思います。ありがとうございます。なんかそうだ、僕ぶっちゃけ大事な話を最初に忘れてたんですけど、私石川県の小松市というところ出身で、実は僕ネット上であんまり自分のパーソナルな部分をあんまり発表しないでいろいろやってきたもんですけど、とにかく石川県知事選を関わって応援するとなったら、僕の本当にプライベートなパーソナルな部分をむき出しにして、石川県を愛する気持ちでちょっとやりたいと思ってますので、よろしくお願いします。
僕あの、ちょっと簡単な自己紹介、あのインターネット上でブログを書いてブロガーっていうのをやってたんですけど、あの後でネット選挙レグでもやりますけど、山本太郎さんをネット選挙解禁で応援して、その時すごいあの一生懸命応援したら面白かった。そんな延長線上でいろんなところの選挙をやって、今ここ石川県に導かれていると、まあ、ふるさとに導かれていると。それもあのメンバロポッチの熊野さんのご縁でこういう風になったということで、本当に感謝しています。ですね、非常にこれも聞きづらい質問ですね。あのネット上でいろいろ意識の高いあの有権者たちが、まあ、石川県人じゃない人もたくさんいると思うんですけど、僕は川さんがいい、川さんがいいとこうネット上で広めるとですね、川さんって一体どんな人だってちゃんと調べる人たちが出てくるわけですね。でそんな中でその龍馬プロジェクトというものにあのちゃんと行き着くと思うんですけど、その龍馬プロジェクトの掲げる、いろんな掲げてるところで、例えば憲法の改正だとか国防軍のなんとかとか、そういったものが掲げられていて、あの不安に思ってる人はすごくいるんですね。だからそこら辺の説明責任っていうのを今じゃなくてもいいんですけど、あのしっかり果たすと非常に安心してスッキリして母さんを全力で応援できるという、そういう状況になると思ってますので、意外とその辺あの軽く見ないでやった方がいいかなと。であのもちろんその僕はずっとあの例えば山本太郎っていうかなり左側のリベラルな人を応援して、で次に東京都知事では、まあ、細川さんと宇都宮さんで、最終的に宇都宮さんの支援を決定したんですけど、宇都宮さんっていうこれもかなりリベラルな、でなお市長選挙ではあの南に進むさんというこれもかなりリベラルなでっていうような、すごくリベラル側を応援してきて、でなお市長選挙では、まあ、リベラルと言いながらも自民から公明ま で共産から社民まで全員が南に進むを応援したという、その中道で、あの中道っていうのかな、本当にいろんな党派を超えてあの辺野古基地反対にあの掲げて勝った候補なんですね。であのおそらく僕の友達はリベラル側を応援する人たちが多いと思うんですよ。リベラル側を応援する人たちが多くて、で母さんっていうと、まあ、リベラルかなと思うけど、やはり中道な、中道で例えばあのあまり左に寄りすぎずに、リベラル寄りすぎずに中道っていうところ路線を維持しながら原発反対、そして、その県の中の不正を暴いてあの構造改革していくような、そういうようなイメージあると思うんですけど、だからその辺は僕は非常にうまくやっていただきたいなっていうのはあるので、あの説明していただけると僕は本当にホッとするというか、応援する側として安心していくんだと思っています。はい、まず基本的なことを言ったら、僕右でも左でも、ね、やっぱりないと思ってる、中立のつもりで日々活動しています。で多分あの龍馬プロジェクトのホームページにある国税十種族っていうのが引っかかってくるんだと思うんですけども、そもそも論として龍馬プロジェクトって何なんやっていう話になる と、ですね、基本的には各地方議員が集まって、でそれぞれが、まあ、この国の将来にすごい不安を持って、自分らの年代でやっぱり変えなくちゃいけないっていう思いを強く持った集団です。で地方議員の数っていうと、あのやっぱり自民党が多くなっていく、で自民系の無所属が多くなっていくっていうことで、龍馬プロジェクトの構成メンバーもやっぱり自民党中心、自民系の、まあ、ちょっと右に寄った方が多く存在していて、でそんな中であの自民、民主、維新、みんなの党、まあ、今唯の党っていうのも入っているし、5党ぐらいの超党派の会であります。でさっき言っていた憲法改正論とかっていう、まあ、あれ作っていくにあたってはあのみんなでなんか相談した状況があるんですけども、大丈夫です、はい、あのまずあの憲法改正、僕の見解でいいですかね、はいはい、あの僕は憲法改正をあの議論することはいいと思っています。で憲法を改正して良くなるんであれば、改正すべき部分もあるかもしれないし、ただあの改正して戦うための国であるとか、そういうのは断固反対です。戦わないために、日本国民が幸せでいるための改正であれば、改正議論というのはしてもいいかなというふうに思います。あと国防軍という話も、基本的には僕軍とかあの自衛隊とかっていうのではなくて、まず基本的には自分から戦う姿勢というのはやっぱりあるべきではないと思うし、
守るっていう部分においては今の自衛隊でいいと思うし、ただ名前に僕はあまりこだわりは持っていませんし、ただ現状で自衛隊のそれぞれの皆様がやりやすい環境、これは攻めるんではなくて、いろんな状況の中で指令を待つにしてもものすごい間に政治が関わると無駄な思いがかなりあるので、本当に国民を守るための自衛隊としてしっかり機能するんであれば、名前に関してはそんなにあんまり思ってませんね。はい、分かりました。はい、こんな感じで、はい、ありがとうございます。その僕はそのいろんなところを選挙を勝手連的に呼ばれて、でネット選挙をこうやってやってきたんですけど、特に沖縄の話をすると、観光というのは沖縄では平和産業と言われてるんです。つまり米軍や自衛隊があると平和というものに平和が揺らぐと、住民がすごい心配すると、例えばオスプレイやいろんなものが飛んでいると観光客が来ないというそのことがあるんですね。だからとにかくその金沢石川県というところでは観光となると、これも平和産業ですから、その平和というものが本当にちゃんと維持できるような、例えば原発事故もそうですだと思うんですけど、その自衛隊に関しても、だからその辺はもしも知事になった場合非常に注意していただいてやっていただきたいと思ってですね。でその例えば川さんとその国政、今国政でいろいろ憲法の改正の議論とかそういうのあると思うんですけど、おそらく今川さん今まで 県議会議員をされてて、その国の憲法改正の議論とかってまだ距離があると思うんですよ。だけど意外と東京に住んでると、すぐ隣に安倍政権があって、非常に東京都民はナーバスになっているという中で、僕がいつも心配しているのは、意外と川さんその辺少しぬるく捉えてらっしゃるんじゃないかと思って、でネット選挙になると、川さんもしバーン人気出たら、そこを必ず叩いてくる人がいるんで、しっかりそこを注意して発信していただけると、応援する側としては安心するということなんで、これはケアですね。はい、よろしくお願いします。他は何でしょうね、皆さんから聞いてることとかあるんですかね。あ、ここで本当にそのほらね、龍馬プロジェクトこんな人とか、もう完全に極右の人みたいな言い方をする人が出てくるんで実際川さんに会ったらそういうことはないのは分かるんですけど、でその僕の見解を言うと、その龍馬プロジェクトの国是10則ということを取り上げるよりも、ここは石川県知事選ですから、谷本さんとどうなのかという比較で論じなくちゃいけないので、例えばその国で10足を取り上げて、川さんが危険な人物であるというレッテルを貼るのは非常に県民としてはデメリットがあるなと。やっぱ若い人にそこじゃなくて谷本さんとの比較で川さんのいいところを応援してもらいたいし、原発反対とか、あとは市民に向き合う姿勢とか、そういったものを評価してもらいたいなと思います。まあ、非常にそこら辺は僕はかなり今ナーバスにデリケートな発言してるんですけどね。こうやってみんないろいろ質問してくるんですね。だから、はい、靖国も参拝されてますかとかですね、立憲主義は理解してるのかなとか、ちょっと上から目線のいろんな質問が来るんですね、ネットではね。はい、ネット選挙って結構こういう感じなんですね。はい、だからネット選挙ってこの、まあ、石川県のことを理解しないままに外からの目線でしか理解できないところがあるので、本当にそういう発信の仕方っていうのが結構ポイントかなと思います。それでまだまだ公示日前なんですけど、最近はどのような選挙前運動みたいなのをされてるんですか？選挙前運動というと、まあ、毎日、まあ、朝、まずどこかの会社に、朝礼とかで入れてもらって、どういう県にしたいかっていうことを、まあ、まず始めたりとかっていうことをしますね。で、まあ、いろんな勉強会にも日々出ていますし、あと街頭演説をしたり挨拶回りをしたり、基本的にスタンダードな、ほとんど事務所にいないのでスタンダードな選挙運動をしていると思います。で、ネット選挙に関しては僕自身初めての、まあ、前の県会議論はネット選挙まだ解禁になっていなかったの で今回初めての選挙であって、でどれくらいのことできるのかなということで、まあ、ちょっとワクワクもしながら、まあ、手探りで
で、まあ、事務所の方にも長けた方が少しいらっしゃるので、いろいろお願いしながらやっているような状況ですね。ありがとうございます。ここ今日、もう20人以上30人くらいかなの人が来てくださっていると思うんですけど、なんですか、ネットでは131人の方が今見てくださってですね。で、おそらくその僕が一生懸命考え、ない知恵絞って考えたんですけど、そうやっていろんな組織表とか、そのいろんなリアリティ、今表をどうやって固めようかなという段階の中で、まず皆さん理解してるし、ネット上の人も僕は理解してほしいんですけど、そんなに本当に簡単な戦いじゃなくて、本当に困難な大きな山を、まあ、前にあって、それを一生懸命登らなくちゃいけないっていう選挙になると思うんですけど、そしてその組織票っていうところで考えると、非常に今から組織票を新たなものをバッと取りに行くというのも、なかなかそんなことも難しいと、もちろん可能性としてはあるんですけど、その中で期待すべきのは、僕は市民選挙、勝手連がたくさん集まって、若い人集まって、老若男女集まって交流して盛り上がっていく市民選挙というのは本当に僕は大事だと思ってて、でこの事務所にもそういう人がどんどん集まってきてっていうことを僕はしてほしいなと思うんですね。でネット上の人にもそういう呼びかけを僕はしてほしくて、というのもインターネットを見てる人が、母さんどう思って、母さんこんないい人なんだよとか、例えばこの母さんいい人、いい知事で本当に石川県の闇を暴いて良くしようとしてる面白い政治家なんだなってことで寄付 してあげたらいいかとか、ムーブメント起こるかもしれないし、だから、うん、そのネット上で母さん今こうやって見てる136人の方に向けてメッセージの方をお願いできると思います。皆さんこんにちは。改めて、あんまりネット上で喋るってこともないので、ちょっと慣れてなくて申し訳ございません。まあ、全国からいろんな方が見られているということなんですけども、まあ、僕自身本当に今さまさんが言った市民選挙っていうキーワード、最初から立候補を表明した時から、どこの政党からもどこの団体からも推薦を受けずに、県民と一緒に選挙をしたいっていう思いを最初の会見で伝えました。まさしくいろんなしがらみがあると言いたいことも言えないし、やりたいこともやれないと。で、石川県に足りないのはそこなんですね。今の現職の知事っていうのは自民党、民主党、公明党、そして社民党と、まあ、共産党、まあ、こっちでいう共産党を除く、まあ、全ての政党から推薦支持を受けて、まあ、盤石の体制でやっています。まあ、それが今この20年間積み上げてきて、議員とそして知事がウィンウィンの関係を作って、そこに県民がいないということに対して、まあ、僕は怒りを覚えて変えなくちゃいけないということで、この選挙を出ることを決めました。ですから本当に今いろんな、毎日いろんな方が事務所に訪れてきて、全てボランティアでやってるもらってる方ばっかりですし、本当に今自分の持ってる選挙に近づいてきてるなっていうふうに思うんですけども、ただ知事選挙を戦う上では、まだまだ僕自身のやっぱり発信力も少ないですし、もっともっとたくさんの方にこの選挙に関わってもらって、今のおかしな石川県をなんとか次の時代に胸を張って引き継いでいける、そういう地域にするために頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。もう時間、お時間の川さんの時間、ちょっと会場の皆さんに質問、そうですね、なんか質問のある方、はい、はい、どうも川さん、はい、3回目になります。2回目はちょっと我慢して聞いてたんですけども、これまで川さんは脱原発とおっしゃっていますが、これまでの県議、議会での全て×ですよね。賛成されていないですよね。福島の子どもたちたちの避難とか、あと石川県の中の、原発政策からの自然エネルギーの転換に関しても×です。それがなぜ1ヶ月も経ったこれだけでペロッと脱原発だ、電原発だっていうのか、私にはとても理解できないし、実際自分が出した請願もお母さんに蹴られてます。だからとても腹立たしい。そして龍馬プロジェクトの方にも聞きました。龍馬プロジェクトに入るには、10足必ず守っていただかないと私たちは困りますということを今日
神谷さんですかの事務所の方からちゃんとお電話をいただいて確認もしました。だから川さんの言っていらっしゃることが2点3点するところがとても不安です。今まで一人で頑張っていらっしゃったかのかもしれませんけれども、質問をいただいていいですか。すみません、はい、県議会で今までノーと言えなかった人が知事になって国へノーが言えるのかどうでしょうか。はい、大きく2点あると思います。県会議員の中での、自分の態度表明という部分 で原発に関しては当初事故が起こった後、僕がやっぱ福島行くまでは請願に関しても違う表明をしていました。でもう一つはやっぱり僕自身 の共産党さんからやっぱり出てくるものに関しては石川県金沢市も含めてですけども賛成しないっていうのが基本的なセオリーになるんですね。で自分は当時民主党に所属していましたから、その政党の流れの中で自分の思いとは違う結果を出したこともあります。もう一つ龍馬プロジェクトの国税受取ですけども、あれ多分できたのが2年ぐらい前だと思いますので、僕は設立メンバーで5年前からいますので、そういうことも聞いたこともありませんし、でただ見方によっては幅広く見れると思います。国税受取の中身がで、私が言ったのはさっき言ったのも憲法改正に関しても良くなるふうに改正するんであれば議論は OK だと思う、そういうような話だと思います。他にございますか。小田園住んでます、柿本と言います。やっぱりこれからの日本は苦しくなることですね、楽にならないというふうに厳しくなるんだろうというふうには思っております。その中で先ほど1兆2000億の赤字だと、借金があるというふうなことで僕は心配はしてるんですね。で勉強不足で申し訳ないんですけども、僕は石川県のですね、収入が何倍あって支出が何倍あって何に使われてるのかと、最終的にこんだけ残ってるんだと、この中でどれだけ事業ができて足らん部分をまた検査発行するんだということで全然僕わからないんですよ。恥ずかしながらそこら辺もし分かっておれば県税の収入、それから国から入ってくるありますよね、そんなものと収入がいくらで支出差し引きなんぼというようなところがあって、それで使える金があると思う、まあ簡単にはそういうことだと思うんですけど、それが足らないから今なってるということなんですね。それとやっぱり経済との裏腹みたいなところがあるんですけども、どうもそれがまず分からないというようなところがありますので、もし分かっておれば少しちょっと教えていただきたいと思います。県財政についてということで、基本的に出入りがゼロであれば借金増えていきませんよね。プライマリーバランスをゼロにするということ で今20年間で8000億円増えるということは、年間平均すると400億ずつ県債を発行する、いわゆる借金が増えていっているという状況です。で増えれば増えるほど、その年間予算がだいたい5500億ぐらいあるんですけども、2割ぐらいがその県債の返済に当てなくちゃいけないので、だんだん使える金額が少なくなっていきます。で当然金利も発生していきますし、減らせば減らすといいと思います。で根本的にはどうやって財政を再建させていくかという話で、そもそも論なんですけども、今やっぱり年度末にかけて予算の使い切りっていうのが一番問題だと僕思っているんです。であちらこちらで道路を掘ったり埋めたり掘ったり埋めたりとではなくて、予算が余ったら逆に評価をするぐらいのシステムにしないとダメやなと。で今使った人が評価をされる、何でもいいから最後買ってしまえと、穴掘って埋めてしまえっていう、そういうものをやっぱり変えていくしかないと思っています。で、そうすると次から国からのまた収入が減るっていう話になるかもしれませんけども、そもそも論としてそこを変えていかないと県だけじゃなくて国も全部ダメになっていくと思います。そこはやっぱり切り口をしてしっかり変えていくことをしていきたいなというふうに思っています。すみません、
5500億の中でですね、あの県の職員の方の、あの給料って何もなんですか？ちょっとうろ覚えですけど、確かあの2割ぐらいは来てたので、1000億ぐらい、あの給料として払っています。それ退職金の引当て金も含めてだと思うんですけども、1000億ぐらいは、はい、あります。ありがとうございます。生ぬるくない。ああ厳しい質問が飛んでていいですねっていう感想がインターネット上では来るんですね。やっぱ厳しい質問にこうやって予定候補者が答えるというこのハラハラ感、これがまさに選挙だと思いますね。あのやらせの質問じゃないなっていう感じがプンプン飛んでてます。他に質問ございますか？すいません、私白山市から来ました。12月でしたか、白山市議会では秘密保護法案 の, あの反対 の, あの表明をしてほしいという、あのそういう案が出されたんですが、賛成が2議員だけで否決されました。全国見てますと、あの我が自治体は反対しますっていう表明をされてる自治体が結構あるんですけども、石川県はその中には入ってませんでした。私すごいがっかりしたんですけども、川さんそのあたりをどういうふうにお考えでしょうか？まあ、秘密保護法について、あの僕自身はやっぱり極論から言えば今反対の立場で、あの今日はあの昨日かな、また廃止を求める意見書に賛成をしていますけども、なんでかっていうと、秘密、何を秘密にするかも何を公開するかも全部政府が決めるというところに問題が一番あると思っていますし、あの今の在り方では本当に機能していけば、あの国民にとって有意義なところは全くないというふうに思っています。ただ石川県の場合は、あの、まあ、自民党が過半数以上取っているということで、あの誰が何を言ってもなかなか厳しいという状況には変わっていないと思います。じゃあ、もしもある方、質問最後のお一人ぐらいにしましょうか。僕のネット選挙でこれやる時間がなくなってくるって。あ、僕に質問ですか？はい、どうぞどうぞ。ほら、それは後ででも全然いいですか？もうすいません、今日初めてなんですけども、はい、座間さんは、はい、脱原発ということで、はい、一応宇都宮さんとかも応援なさってきたんですけども、うん、今回はまあ皮切りに川さんを石川県で応援してくださってるんですけれども、もう一人、木村さんがいらっしゃるんですが、そちらの方へは、こういう感じの選挙というのはご予定ないですかね？これすごい誤解されるんですけど、僕宇都宮さんのところでネット選挙3回やったんですけど、それオファーがあったからなんですね。オファーがないところではやらないし、俺は陽君です、傭兵です、雇われ兵です。まあお金はもらってないですけどね。だからもうあの議によって動くので、熱く声かけてくれたところで動くと。まあその対象がよっぽど嫌だったらそこでやらないですけど、いいなと思ったらそこでやる。シンプルな答えですね。声をかけてくれなかったらそこでやらないですね。まだ一回もそのやってください、直接ここでやってくださいという声を受けてません。で、細川さんの方にはあのネット選挙力一回やるって決まったんですけど、上層部でやらすなっていうことに決まったらしくてできなかったですね、はい、だから別に細川さんは嫌でやってないんじゃないですよ、はい、呼ばれたところでやると。自民党でもやります、いいなと思う立候補者だったら。はい、じゃあとりあえずそうですね、はい、はい、非常に、忌憚なき質問と意見とあってですね、まあ、僕が思うのは、いろんな意見があっていいと思うし、このいろんな意見が出る場がある、それがいいところ、川さんのいいところだと思うんですよ。要は今の現職の場合は浅間川水害があっても、中央公園の伐採の問題があっても、全く面と向かって話を聞こうともしないというところなんですよね。それがもう他選の中でのもう殿様みたいな世界っていうか、でもう全まあ、業界団体を抑えて、まあ、共産党さんを除く全政党を抑えているっていう中での、なんか本当にここに僕らの自由があるのかっていうところですね。
ね、まあ、だから本当に川さんのこの、まあ、決意というのはなかなか僕は素晴らしいなと思います。で逆に今 の, あの、ね、質問、秘密保護法の質問、これまでのいろんな議会の中での川さんの、態度が変わったっていうこととか、まあ、それはまあもう当然人間ですから何かがあった時にやっぱ福島の現地に行った中で本当にこれはダメだと思う、自分の、まあ、本当に経験のもとでこれはダメだと決断していくっていうことにおいて僕は川さん非常に素晴らしいなと思います。だからそれをまたなんていうかな、まあ、若い川さんこれからもうどんどん成長していくと思うんですけど、それをまたみんなでアドバイスしたり応援したりしながらやっていくのが僕は非常にいいなというふうに僕自身そういう気持ちでいます。まあ、当然人間ですから完全ではないし、当然例えば今の現職なんかはほとんど何も言いませんけど、やっぱりたくさんの人の意見を聞けば聞くほど何も言えなくなってくるっていうのは当然だと思うんですよ。やっぱり言えるっていうのはまだまだなんていうかな、本当に政治の世界っていうのは物言えば言うほどどんどんこう動きにくくなっていくものだと思うんですよね。だからやっぱ長いものに巻かれながらなんだかわからない風な世界になって、それを少しでも分かりやすくしようってこうバーンと来てやってくださってるっていうのは本当に僕これはありがたいなと思うんですね。だからもう本当にこうなんか変わるきっかけになるなというのが、僕の思いです。でも本当にそういう大事な質問っていうのはすごく大事なんで、どん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 出してどん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 川さんにぶつけていってほしいと思うんですね。その中で川さんも本当に本当にあそうだなそうだなってことでちょっとずつちょっとずつまた成長していってくれると思います。とりあえず、第2部、川さんの、決意表明と川さんを囲む会、以上でございます。川さんありがとうございました。では、ここからは、ネットアイドル玉宮